知ってると思いますが、NSC 東京29期の奥林と申します。お願いします。はい、おもろいけど。失礼します。
強かったらなって思い立った時に降ってきたギャグ。こんにちは、小田栄一郎です。
愛されているジャイアン。よう、のび太、お前のものは俺のもの、俺のものは皆さんでどうぞ。A 組のカウンセラー宮山です。カウンセラー宮山です。はい、はい、ギャグやります。はい、あ、これトイメンの麻雀牌盗んでる練習。フェラーリ佐藤と言います。で、はい、一番下の、はい、マイクの調子が悪いとき、あれ、これ入ってる、これ、あ、あ、テス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 、ただいまテストのマイク中、え、業界用語。おめでとうございます。
6番目なごみなごまつなごみなごはい、はい、OK。7番目なごみなごまつ。8番目ドクリンゴ銀河。9番目石倉藤田藤田。10番目我愛人大野。トルコライス福田。12番目宇宙帰りジョー。はい、おー。13番目右右。14番目布ちゃん布ちゃん。15番目大神スピリッツ慎吾。16番目メシ三昧板橋。はい、この中で今何年目 なんだっけ2000何年度の NSC 生2024の NSC 生の一番面白いギャルを持っておきます。イエーイ。ちょっと待って。
はい、どうぞ。はい、どうぞ。よっしゃバンド2ヤードでーす。あ、はい、ありがとうございます。
ワクワクさんが港区で飲んでた。Yeah!
こことこことここを抽出したのでボルトが入ってます。集合集合どうも。
チダゼルビアのせいあ、これアクエリじゃん石倉、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 
はプロデューサーが勝手に決めたりするんです。これはね、よくあること。お気に入りってのは大事なんです。面白いか面白くないか。敗者復活勝ち上がったの布ちゃん、大場と段ボールで、
じゃんけんしますか。はい、はい、じゃんけんでしょ。 OK、 OK、 ここで、ここで、OK、 いや、もう死にようそれでは書きましょう。これでチャンピオン決まります。チャンピオン決まります。先攻、石倉。石倉です、どうぞ。どうも、ありがとうございます。エピソードオブ伝次郎伝次郎の遺言熱い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 美味しい
だじゃあそう誰かもう一個やりたいぐらいやついる？おいける。あじゃあやってない。あのじゃあの金茶髪の子やころか。うわ。Thank you.
優勝してふさわしかったと思います。15分で出しくて皆さんお疲れ様でした。ギャグをなんか見てもらいたいとかそういう人いたら、一応僕ツイッターをやってるんで、3つぐらいまでになります。だから1回なんかおにぎりくんみたいな2年前の子がなんか毎日送ってきて俺どういう風になっちゃった。だから3つぐらいまでなら見ますんで、はい、ちょっと遅くなるかもしれないんで、よかったらギャグってのはテレビに出やすいし、むのちゃんなんてもうすぐ出ると思うんですよ、うん、なんか番組に出やすいと思うんで、皆さんギャグとかネタ選抜目指して頑張ってください。どうもありがとうございました。